春の海でございます。
春の海でございました。今日はですね、一部、終わりまして二部また少し内容を変更して、お届けしたいと思います。二曲目はですね、ちょっとこのアコースティックな感じでお届けしたいと思います。ボーカルひとみ、パーカッション秀吉、はい、このメンバーでお送りしたいと思います。ことのねプロジェクトでございますけれども、今日ですね、ゴールデンウィーク明けでしょうかね、こちらで、国宝の前でですね演奏をさせていただくという非常に誉れなことでございます。この、あと来週ですね、バラ祭り、ございます。バラ祭り、5月14日のですね12時20分よりドリームステージという緑町公園の一番大きなステージで演奏させていただく、予定でございます。今日見られた方ですね、もしよろしかったらですねこうお友達とかに声をかけていただいて、緑町公園の方に足を運んでいただければと思います。お友達、ご家族の皆さん、親戚の皆さん、ね、町内会の皆さんとかね、それぞれこう声をかけていただいて、ことのね、を応援する感じで来ていただけるとですね我々の方も非常にメートルがありますんでね、よろしくお願いいたしたいと思います。2曲目はですね、夏川りみさんとかが歌われまして、非常にヒットいたしました。ビギンさんとかね、はい、沖縄の、曲でございます。ナダソウソウという、曲をお届けいたしたいと思います。それでは、なんだそうそう。
がとうございます。まだそうこれでございました、はい、ということでね、今日、琴の音プロジェクト、メンバー全員が来ております、発表をですねこの間作りました、これはですね名古屋の方の、職人さんに、手染めで、ね、結構高級な生地を使っていただきましてですね、ハッピーなんてキャンペーンとかね、そういうのでこうペラペラのやつもあるんですけれども、この皆さんの前で演奏するのにちょっとコスチュームを作ろうということでですね、ハッピーを制作いたしました。これはなかなか、着心地がようございましてですね、あちこちにこれを着ていこうと思っております。なんかいい感じでしょ、こうチーム感が出ると言いますかね、団結力がアップする、ハッピーでございます。ゆくゆくは大量生産して皆さんにも着ていただけるようにですね、お安い値段で、ご提供させていただければと思いますが、まあそういうグッズございます。こういう琴の音タオル、琴の音を応援するためのタオルとか、この説明をですね、次ボーカルトム君お願いします、はい、ちょっとチューニングの間、こちらの、はい、タオルの説明と CD の説明を、はい、はい、先ほどチームリーダーマロさんの方からもご紹介がありました、この琴の音タオル、そして、T シャツも実はあったりするんですよね。 T シャツちょっと広げて皆さんに、はい、このデザインはですね、ドラムを叩いてます星がしてくれております。琴をね、あ、グッドデザインいただきました、グッドデザイン賞いただきました、はい、こちら、本日ももちろん、お買い求めいただけますんで、ぜひぜひ、まあ、これからのシーズンマストアイテムと、はい、なっておりますね。タオルなんかは、持ってお出かけにね持って出ていただいてもとてもおしゃれですし、この T シャツもね着ていただいて、ちょっと、ピンクでポップな感じで可愛い、サイズもねこれは大きいですね、これは大きいですけれども、それぞれサイズもありますんで、よかったら合わせて、ちょっと試着室はないんであれなんですけれども、はい、合わせて、はい、タオルの方が1000円ですね、タオルが1000円ですね、はい、で CD が500円ですね、あ、CD、はい、CD があと6枚しかないので、おかげさまで6枚ございます。買われる方は早めに、はい、最後の曲ね、今日やらさせていただきます琴の音というオリジナルソングが入っております。それまではカバーをやらさせていただくんですけれども、ご興味のある方はぜひ、お声をかけていただければと思います。では、3曲目、はい、この曲は、トム君の方から、はい、ですね、先ほど、第1部の方でも、歌わせていただいたんですけれども、海の声という曲を、カバーさせていただこうかなと思っております。この曲、携帯の au の CM でですね、浦島太郎役の、方が歌ってる曲なんですけれども、砂浜に座って、愛しい人を思い歌っている、とてもいい曲なので、皆様もぜひ、愛しい人を、はい、思い浮かべながら。昔はこの前まで海だったんですよね、はい、あ、そうなんですか。 その昔を思い出していただいてですね、そんなに昔こう 海風をこう、ね、感じていただきながら、あ、海だったんですねこの辺。 そうですね、それは僕知らなかったです。なるほど、じゃあその頃を思い出していただきながら、そうです、はい、瀬戸内海を、はい、思い浮かべてもらいながら聴いていただければなと思います。海の声聴いてください。空の声が
いたしたいと思います。琴の音という、我々琴の音プロジェクト の, あのチーム名の入りました琴の音という曲を作りました。この曲はですね、福山出身の、大体この琴の音プロジェクトのメンバー福山出身の、ミュージシャンで構成されておりますけれども、メンバー全員でですね歌詞を、書きまして福山に対する思いをですね、ふんだんに詰め込んだ歌となっております。一度聴いたら忘れないようなね、そういう聴きやすいメロディーを心がけて作りました。これはどんなですかね、トム君。そうですね、我々琴の音プロジェクト福山愛を、この曲に乗せて歌っていきたいなと思うんですけれども、我々琴の音プロジェクトは基本的にはグッドサウンド、はい、カバーをね、いろんなアーティストさんのカバーをさせていただいてますけれども、唯一のオリジナル、これからきっとオリジナルも増えていくんだろうなと思うんですけれども、まずはこの代表曲琴の音を、今日ここで聴いていただいて、あわよくば
あと6枚しかない CD を買っていただいて、そうこうしてたらおそらくあのね、はい、福山城、この曲が、いろんなところで聴ける機会が増えてくると思いますんで、街角やいろんなところで、このメロディーどっか聴いたことあるわって思ったら、実はそれがあ、この間見たことのねプロジェクトじゃんみたいな感じになっていくように、我々もね、忙しく活動させて、いただきたいなと思いますんで、はい、この曲実はですね、はい、我々、このバラ祭り、14日出るんですけれども、その後、予定がいろいろありましてですね、7月の1日に、福山市100周年記念式典というのが、リーデンローズで行われるんですね。その時に我々出演させていただきます。で、このことのねという曲をですね、フィナーレの時に、演奏させていただくという、なので、記念式典に参加される方もこれを、予習といたしましてですね覚えていただければと思います。その後また、9月の18日はですね、なんと福山城で、福山城の前に公園があります。福山城の、天守閣のあります、公園でことのねプロジェクトの、単独ライブを行いますので、ぜひその時もですね、皆さんお誘い合わせの上、来ていただければと思います。それでは、大丈夫ですか。はい、聞いてくださいませ。ことのねでございます。
ふる街角出会うべく琴の音プロジェクト。